はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます、サールです。ダークソウルですね、続けてやっていきます。よろしくお願いします。まず月光町さんにね、ボコボコにされまして、どうするんだっけ、玉ねぎさんよ。 Still closed. Still closed.彼はずっと待ち続けるつもりなのかな、まあ、どちらでもいいんですけども、コメントをいただきましてありがとうございます。一応ね、またここからここでね電源落としたみたいなんですけども、どうもねここの近くにまだ R 行ってないねルートがあるらしいんで、それをちょっと見に行こうかなと思うんです。まあ、それがこのお城の中なんですけども、ここにねちゃんとね道があるらしいんですよ。ちょっと今すぐ確認しましょうか。うわあ、人間性もゼロ、ソウルもゼロ、恥ずかしくないんですかね。いて弱い、弱くないね、やっぱコンボ強えな、こう一撃がねやっぱ強い。あのね打撃なんだよ、とにかく打撃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 が欲しいね。打撃が欲しいっていうのはあれだけどね、やっぱ力が欲しいんですよ。そんなことより力が欲しいでね、レビアも使いたいし、難しいところなんですよね。ちょっと待ってね、これここの方がいいかな。はい、ちょっとね録音画面をきちんと見えるように設定しただけ。お、あ、ちょうど今人間性が彼を倒した時点で増えた感じですね。はい、この辺りに、あいだい、これちょっと許されざる敵ですよね。感づかれてる、感づかれてないね。やっぱ弓とかっていうのはどこだっけ、あ、狙えないか。敵をね引きつける能力があるらしいので、あーでもこれやっぱダメなのか。クロスボウに、あれ、あ、向こう行っちゃうんだに関しては、まあ、ロックオンとかはできないんですけど、弓の方がね、もしかすると、強いというか、ね、引きつけるための力は、あるのかもしれない。上に向かって撃ってくれるのかな、ちゃんと。ちょっとそれを今期待したかったんですけどね。あれ、書いちゃった？書いてないよね。よし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 。あ、弓じゃなくていいんだ。あ、そっかそっか。やっぱそのハンマーとこの両使いをしたいんですよね。あ、キックじゃなくていいんだけど、ちょっとリーチがね、リーチが短いからさ、これは厳しいんだよね。おら、ちなみにね、ハンマーに関しては、ハンマーとかこの武器に関してはですね、このキックとあるんですけども、強攻撃がねいきなり飛び切りなんですね。で、前入れてやっても飛び切りなので、モーションの数が少ないんです。だから何なのっていう話なんですけども、そういうことです。とにかくね弱いんだよね。もうちょっとね、やっぱ力ね、ちょっとロックオンしてくれないんだけど。そっちじゃないよ、ロック、しょうがないな。とりあえずね、ロック事故をなくすためにも先にこれを片付けましょう。うん、あー、範囲攻撃、そうだな、やっぱガードの上からでも全然削れるやつがいいな。その構えかっこいいんだけどさ、あっ、あ、マジか。敵もパリしてくるんだ。あ、それはちょっと考えてなかった。あ、マジか。それは、ま、あ、そうかそうか。じゃあパリの練習でもする？今まで一回もね、やってなかったもんね。成功もさせてなかったし。と言ってもな、
感覚もね、有効の間隔も短いし、何よりも敵のその動きに合わせて、ね、攻撃に合わせてあげないといけないんで、敵のモーションがね、わからないんで、どうしてもね、パリしづらいんだよね。またライトクロスボウか。そう、パリ失敗するとね、こういう感じになっちゃう。まあ、食らわないみたいなんだけど、食らわないっていうか、ちょっとどこがあれなのかわかんないんだよな。あ、死んじゃったわ。扉なくないか、やっぱり。どっかあるのかな。あった、ここか。なるほどね。全然気づかなかったわ。あ、ちょっとこの人の顔つきが違うな。ちょっと強い系なのかな。いや、なあ、防御のなあ、上からでもなあ、いけるような武器があればなあ、それに尽きるんだよね。結局敵がね、強い理由ってそれしかないですからね。さて、魔法をね、打ってきてましたが、危ないかな。こっちか。ん？なんかちょっと楽しそうに踊っていたんですけど、みんな踊れ。どうしようかな。ライトクロスボウで分からせてやればいいか。お互いが当たるルートってあるのかな。お互いっていうか、こっちだけ当てられる場所とか。当たる、よし。あいし、ここからですね。じゃあこの間にコメントを返しましょうか。本当はこんなことをしたくはないんだが、あれ、当たなくなっちゃった。ロック外れてる、外れてるな。ここかな、違うな。奴隷がいるな。あ、難しいな、これ以上下がると当たらないっていうか、ロックが外れちゃうけど、あー、これ向きっていうか、あれが難しいな、調整が。横がね、横移動が、なんつうんだろう、結構ね、グッて動いちゃうんですよ。なので微調整がね、前移動とか後ろ移動じゃないとできないみたいですね。でも敵もね、ちょっと動いちゃうんで、そこの調整が難しいですね。コメントをでも返したい。そうそうそう、まあ、でも引きつけてもこうやって来ないってことは、まあ、あそこから固定放題なんでしょう。下手に動かすと、あれだな、奴隷がこっちに来るかもしれない。これ抜いてきそうで嫌ですね。ここまで近いと。でも多分大丈夫でしょう。あの魔法太そうなんで、多分当たり判定が あると思うんだよね。そうそう、月光町に関してもね、あの壁とかをね、使えるんじゃないかと。あー、そっちじゃなかった。あ、でもやっつけたか。あ、まずいんじゃないのこれ。へやー、こういうとこだよね。こうやって、こういうとこで上手にね、早めにね、あの装備を変更できるとちょっとかっこいいかもしれない。足音だけがちょっと怖いですね。何人？ 4 人か。攻撃力はそれほどでもなさそうだな。特にファイナルファイトみたいにあれですね、囲んでくるとかはなさそうかな。あれ、ちょ、あれあれあれ、待て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 、待って、何人いるの。別に何人でもいいんだけどさ。おお、すごい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 よ。何人いるんだよ。あ、こいつは参ったな。何人いても、まあ、そんなにねえ、一撃率が
あ、負けちゃった？お前生きてる？ああ、防御の指輪様様だね。なんだっけ？涙石だっけ？涙石様様でございます。ちょっと、これは意外だったな。よしよしよし。こういう時にね、やっぱ横移動、横移動っていうか、横にね、触れるやつの方が強いし。あ、なるほどね。はい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 。こういうとこだとバトルアックスとかの方がいいですね。うん、こういうとこだよね。こうとにかくバトルアックスだと弾かれない。どんな場面でもね、横っぷり攻撃は絶対弾かれないんで、これはやっぱ一つ強さですよね。まあ突き攻撃すればいいんですけど、だったらもしね、群れて来られた時に、まあ、かなり危ないよねってことになるんですよね。そうすると縦振りでさえね、この横の壁にね、吹き飛ばされる可能性ありますからね。で、なんか見た目違うかなと思ったけど全然違いませんね。どの敵も同じですね。あー、やっぱりバトラックスで良かったんだな、選んだ武器としては。これ結構まだ身軽なんでね、もうこれあれだな、もうちょっと軽い、もしレイピアとかがある、あ、いけるな、なるべく。あ、司祭様消えてる？あ、消えてますね。じゃああれも一つの黒騎士物語だったってことかな。さて、これをでもどう処理するかだな。あれだな、これかな。なん、いやー、もったいないよな。切ってかかられるとでも面倒だからな。でもやっぱり横っぷりにしないとな。こう、なんかあった時に厳しいよな。あ、投げナイフか。投げナイフって使えんのかな。全然割とあれだな、割と重い、すげえ量投げるな。まあ別にあってもいいかもしんないな。あ、痛そうだ、すげえ痛そうなんだけど。まあ処理にね困ってるからさ、あってもいいよね。よし、ここね、こういうとこだったら縦振りでも全然有効ですからね、ある程度なんだろうな、やっぱこの詐欺当たり判定がある気がするよね。これ見るとやっぱハルバードよりもなんか広くね、当たり判定が設定されているような気がしなくもない。これで何、この辺のドレードもは全部ほふったのかなと言っても、なんかここにあんのかね。そういや、あの司祭様をねぶっ飛ばしちゃったんだけど、アイテムとかなんかあったんですかね。まああってもなくてもかな。こっちの道に何かいい、お、アイテムがあるけど、んー、どこから行けばいいんだ。そうね、ちょっと月光町さんには歯が立たなかった要因として、やっぱり力、やっぱ全ての能力値がやっぱ足りない気がするんでね、なるべくソウル、そうだね、ちょっと強化しないとダメかな。全然ね勝てる気がしないんで、うん、筋肉、スタミナ、あと何、ありとあらゆるちょっと攻撃に関するものだよね。まあ、筋肉、スタミナ、あと、まあ、技量か。どうしてもでもね、こうリーチがね短くなっちゃうんで、なるべくこう近づいて爆捨てされてもね負けないくらい。これ構えてるときはね多分危ないんだろうね。だからこう横に爆捨てできない状況を
作ってあげるとやりやすいかもしれない。間合いをね取ろうとする敵 にはもう壁を背負わせる、かなり有効なんじゃないかな。まあそれができれば苦労しないんだけどね。一人いるか、飽きそうだなこれ。でも開ける前に、なんだ人か、暴れてきそうかな。ちょっと防御しながら行こう。これ昔あったかね、こういうの。人間性、樽の中に入っているのが人間性なのか。人間は多分樽の中には入らないと思うんだけど。おっと危ない。おっ、人がいる。Still human, are you? Then I am in luck. Could you help me? As you can see, I am stuck without recourse.簡単に開いちゃったわ。よかったね。でも聞こうとか言ってるからね、あんまりいい印象持たないんだけど。Thank you. Yes. Sincerely. I am Knight Lautrec of Karim. I truly appreciate this. And I guarantee a reward. Only later. 誠意とは言葉ではなく金額。Yes, very sorry. Your reward will have to wait.I've just been freed. Allow me some time. まあこの世界の金額っつったらまあソウルですかね。金、暴力、ソウルですからね。何くれるんですかね。まだ人間だなって言われてるけどさ、完全に俺亡者なんだよな。生身の人間に戻ったことが一回もないんだけど、それでもね、これを人間扱いしてくれるっていうのはなんか。やっぱ溢れ出る。何が溢れ出てるんですかね。ちょっと自分で言いかけてやめたんだけど。あっ、こういうとこだよな。こういうとこララさんだったらな、うわーってね言ってくれて、ちゃんと捕まって、あ、捕まってくれなかったかな。お、また霧か。あ、しまった。殺される。まただよ。どれが動くんだ？え？どれが動く ?1、2、3、4、5体。5体動かれたらもう俺は死ぬぜ。いや、1体も危ねえな。ああ、いや、見ちゃった、今。今、HP 表示されてたね。あの上が動くのか。多分。武器は？まあ、死んで覚えるゲームかな。仕方ないな。ソウルは投げ捨てていくしかない。あれ？お、ムービーですか。久しく見てないね。あー、あの、ハルバード持ってるやつか。ガーゴイルにはね、お世話になってるんで、他のゲームでも。お仕置きが必要なようだな。何？金のガーゴイル。あれが目覚ましの金なのかな？さて、どうする？ガードはまあ一応、できてるみたいだけど。でもこんだけね、ガーゴイルっていうぐらいだから、飛べるんだろ？飛べるってことは、落ちやしないってことだろ。大丈夫かこいつ。また落ちそうなんだけどな。やめてくれよ、落ちるのだけは。こっちもね、やっぱりなんだろうな、運ゲーで勝ってるような
感じにはしたくないからよ、いつもいつも。おっと、ダメージは、うん、それほどでもないな。あー、すげー広い。なるほどね、はいはいはい、なるほど。着地にはそれほどのダメージというかはないのかな。うん、なるほど。その大振りも、うん、削られない、大丈夫。お、尻尾攻撃、かっこいい、めっちゃかっこいいじゃない。俺も尻尾が欲しいな。尻尾があったらな、俺ももうちょっとダメかな。それもかっこいいね。このガーゴイルかっこいいですね。でもあれだな、攻撃力はそんなにないな。横振りがすごい広いんだよな。隙はどこだ。1回、2回、3回、そうだよね、せいぜい3回だよね。4回目来たらあれびっくりしちゃうわ。うん、でもなかなかちょっと隙がないな。どこが好きなんだ。こういうところか。横に間合いを取ろうとするとね、大振りで振ってくるんで、なんかあんまり良くない気がするな。うん、そんなんだったら、あ、でもよし、ガッチガチに固めた方がいいのかな。うん、それ、あ、それが結構強いね。あのスタミナ減らしてくるね。うんうんうん。でもね、削られなければね、恐ろしくはないですね。落下に気をつければいいかなとは。まあ落下もそんなに、おっと、攻撃できなかった。1回、2回、3回でもその程度のスタミナしか減らないから大丈夫そうだな、今のところ。うん、端は危ないな。端とか中央でもあんまり戦いたくないな。まあ、さっき言ってたみたいに相手に壁を、ね、画面端を背負わしたい、ね、攻撃を読んでどんどん壁の方、ああ、くそ、ロックが外れちゃう。とにかく画面端に、相手を画面端に。うん、大丈夫大丈夫。なんだろうな、やっぱ根元って危ないのかな。そうすると近づきすぎるのも危ないかな。横に広いのもあるし、結構ホーミングしてきそうですね。で、尻尾にもきちんとね、攻撃判定が、あれ増えちゃった。あれ、ちょっと待ってね、皮膚系か、それじゃまずいな。あー、あんまり時間だらだらかけてらんないのか。あ、でもなんかダメージが半分、 HP が敵のやつが半分、あ、いや違うな、これ多分 HP 減ってる？減ってないね、ダメだね、これちょっとずるいな。どうしよっかな、これはちょっと戦えないな。なんかまた対策考えないと。燃えるよな、結構足も速いそうだし。ずるくねこれちょっと。ねえ、あの、当たれよっていう味方の攻撃。まずいぞ、ぼちぼち燃やされるぞこれ。もう燃えてるね。
落ちちゃう落ちちゃう。全然削れてないもんね。あーダメか、そっかそっか。そういう時はどうすんのかな。どうしようもないですね。 HP が多分半分になると出てきちゃう感じか。あ、ちょ、マジかよ。あ、すごいよこのゲーム。用意ドンなんて許さないんだ。たまげたな。そうかそうか。ちょっとね、人間性をちょっと解釈しに来たんですけど、人間性というかこれね、ソウル一応。何で削れてんのかがよくわかんないな。やっぱなんか当たり判定があるのかな。根っこまで行っちゃうと、もしかしたら背中に、自分の背中に当たり判定が行っちゃうのかな、攻撃が。そんな気がするな。場所はどこがいいのかな。まあ斧もやっぱ隙があるんだよね、攻撃を外すとよりね隙が生まれるんで、一撃一撃をちょっと大事に。レイピアの倍食らってるかな。でもこの子は疲れないのかな。疲れ知らずですね、さすが。やりますね。あーやっぱな、 HP が削れるととにかく出てきちゃうんだね、俺を殺すべく。はいはいはい、わかりました、わかりましたが、あー焼けると死ぬのか。こういうところこそあれかな、誘いどころとかでやった方がいいのかな。ちょっとね、ハルバードを使おうかなと思ったんですけど、ここではまさかね、 いきなり襲いかかってくるとは思わなかった。でくれないのがね、ちょっと嫌でしたね。まずはすぐ人間性を、人間性じゃないか、これ回収しておきましょう。返してもらった？ OK。ここの方がまあ月光町よりはね、月光町さんよりはやり、あ、51目はめっちゃ食らうんだけど、ずりーな。ね、無強化でさ、こんだけ強いっていうのはやっぱ罪だよね。ね、実家にいたさ、人間の人にさ、お前なんで装備強化しないのって笑われたんだけどさ、何強化していいかってやっぱ分かんないし、まあなんか見た感じにね、このハルバード強化するのが一番良さそうな気もするんだけど届くもんな。ただバトルアックスの時の方がひるみはしてたよね。連続で当てることに何か意味があるのかな。ランチみたいなものがあるのかもしんないな。なんで今食らったん。誘いどころをね、装備するのを、ね、完全に忘れてるんだよな。あ、火炎壺とかあるからちょっと使ってみるかい。あ、めちゃくちゃ食らってんだけどね。ちょっとロックして。もしロックするとしたらどっち？そっちで、こっちだよね。ずっと火吐かせてればいいわけだからね。厳しいか。死んじゃった？ああ死んじゃったか。ああ火炎壺で攻撃してあげてもいいですね。火炎壺であんだけ効くってことは、なんか火のエンチェントとかしてあげても良さそうだけど、松屋にもないしな。では火炎壺って売ってんのかな。はい、とりあえずね、ソウルを稼いできて、で一応ね火炎瓶を
あの商人さんのところにねたくさん置いてあったので買っておきました。大きなソウルとかをねちょっと使って、でさらに、やっぱ能力にまだ足りてないのかなと、力がレベルでもレベル20か20かって分かんないですけどね、まあ下手くそなんでね、あるじゃん、そんなにね低レベルとかそんなことね死ぬほど、あれちょっと待って上がらないんじゃないか上がらないじゃないか。あとちなみにねこれ強化ね、何でも別に強化していいんですけど、強化の伸びもさ物によって違って、ちょっともうこの際だから見てもらおうか。ハルバードがね超優遇されてるんですよ。例えばショートソードはいくつ、これ7か、そうだよね。でロングソードは8ね、ロングソードからプラス1になると8、レイピアは7、バトラックスも7かな。違うな、バトラックス9ですね。これちょっと優遇されてる方なんですよ。強化クラブも9ですね。だからこれ優遇されてるんですけど、まあ、スピアは8でハルバード11なんですよ、伸びが。まあ後からね伸びてくる可能性もないなきにしもあらずなんですけど、なんだろうな、罠かなっていう、罠っていうのもおかしいけど、どうしてこんなにハルバードを使わせたいのかなっていう、初心者用武器なのかな。初心者用武器にしてはねやっぱ振りのね隙もでかいし、まあ、リーチはねあるんだけど、まあ、弾かれない攻撃も、まあ、あるっちゃあるけど、やっぱ根っこなのかな。うん、出始めもしくは根元で当たってしまうと弾かれる気がしますね。レベルアップはまだできませんね。ああようやくですね。あれでも必要ソウル2800、さっき3000くらいなかったっけ。あーなかったか、ちょうど2800くらいしかなかったのかな。何あげようかな、まあ、筋力、あ危ねえ、どうしたんだよ、うっかりなんか変なとこ上げそうなんですよね。なんかもうちょっとさこれ表示、あ出るかこれで、あうん、あーこっちにプラスされるんだね、やっぱ補正がプラスがこっちにね入るんですね。あーなるほどね。でもどちらを上げても17かってことは、まあ、こっちの伸びしろを見ながらでもいいのかもしれないですね。持久力じゃない、技量か筋力か、どっちも同じかな、同じっぽいですね。うん、そうすると好きな方を上げればいいのかな、どっちがいいかな。どっちもでもな結局必要になってくるからな、今後ですよね。今後もうこれ以上やっぱちょっとソウルを集めるのも生産的ではないのか かもしれないですね。これぼちぼちちょっと先進めるくらいまで自分の技術を上げないとダメかもしれないね。でもそういう時にやっぱ筋力が足りない、技量が足りないって言われる恐れもあるのか。あんまでもどっちでもいいんだよな別に。技量上げとくか少ない方、どっちにしろ攻撃力はね上がりますからね。よし OK、 じゃあこれでもう一回ガーゴイルさんのところ行きましょうか。もうぼちぼちハルバードさんも耐久性がねかなりきつくなってきてるんで、そうそう決めてね次行くなりなんなりしないとかなり厳しいんじゃないですかね。